様こんにちは。一般社団法人三重県公認心理師会会長の中律子です。よろしくお願いいたします。本日は学校における児童生徒間の性暴力対応支援ハンドブックについてご説明をさせていただきます。できましたら三重県のホームページからハンドブックをダウンロードいただき、お手元で内容を確認しながらお聞きくださいますと理解しやすいのではないかと思います。本ハンドブックは令和3年度三重県の民畜事業、子どもたちを性被害から守りたいプロジェクトの研修を通して、もし子ども同士の性暴力が発生したら教職員はどう対応すればいいかという先生方の不安の声が上がったことから構想が始まりました。また三重県内の小・中・高特別支援学校への三重性暴力被害者支援センターより子の広報啓発により、10代の被害者からの相談件数が増加したことも作成のきっかけになっています。三重性暴力被害者支援センターより子については、本研修ではより子と略称させていただきます。より子は寄り添う心から命名しています。このより子を覚えていただくことも本研修の目的の一つと考えていますので、ぜひより子を覚えてください。よろしくお願いいたします。さて、学校における性暴力の対応支援については学校側が非常に苦慮するところです。なぜ苦慮するかというと、子ども同士の性暴力ですから言語化することが難しい子どもへの事実確認が困難であることに加えて、性の問題が扱いにくいという特徴があります。性についてはデリケートな側面がありますから、日常の学校生活でもタブーとされている領域でもありますね。また周囲の人間関係によって被害が発覚しづらい場合もあります。誰も見ていないところで性暴力が行われていたり、また目撃した児童生徒がいたとしても、それを誰にどのように報告したらいいのかと戸惑うこともあります。一旦性暴力被害を発見・発覚したとしても、被害児童生徒らへの慎重な対応が求められますし、万が一事件化する場合は司法面接や警察の捜査との兼ね合いも考慮することが求められます。このようにさまざまな要因で学校における性暴力被害への対応支援には困難を伴いますが、何より性暴力は魂の殺人とも言われており、性のトラウマは人間最大のトラウマになりうるという特徴がありますので、学校側としてはどのように対応すればよいか分かりにくいと感じられるのは自然なことだと思います。そこで本ハンドブックでは、学校で性暴力被害が起こった場合の対応の流れを示した基本となるタイムライン、教職員が一人で抱え込むのではなくチーム学校として対応すること、そして被害児童生徒や保護者等の心理的なケアをどのように行うかを重点項目として編集を行いました。ハンドブックですからページ数に限りがあり、事細かに説明できていないところもありますが、先生方が対応支援を行うにあたり最低限留意してほしいことは収録しています。本ハンドブックの狙いについては、被害児童生徒の被害からの早期の回復をいかに支援できるかを念頭に置いて、早期の発見と早期の適切な対応を目的としています。また被害児童生徒の心のケアと二次被害を減らすことによって
被害からの回復を保証できればと考えています。ただし、被害からの回復は子どもによっても被害の内容によっても様々な経過をたどりますし、関係機関との連携も様々ですから、その対応支援には難しさを伴うことが予想されます。ですので、チーム学校として連携することが必要ですし、その対応支援を行うチーム学校を関係機関がどのように支えていくかという体制を構築することも必要となりますので、被害児童生徒を総合的に支える仕組みについて共に考え、最善を尽くす手がかりとして本ハンドブックをご活用いただければと思っています。それではハンドブックに沿って学校における児童生徒間の性暴力対応支援の説明を始めます。まず、性暴力とは何かについて説明します。性暴力とは望まない、合意していない性的な行為すべてのことを言います。性暴力とは性を手段にした暴力のことで、本人の意に反した性的な言動のことです。性暴力と警察で扱う性犯罪とは必ずしも同じではありません。現在の日本の法律で犯罪として扱われるものは性暴力被害のごくごく一部です。性暴力被害の例をハンドブックの4ページに示してあります。同意のない性交、同意なくプライベートゾーンを触る、スカートをめくる、ズボンを下げる、下着を下げる、卑猥なことを言う、卑猥な話をするように強要する、プライベートゾーンに関する身体的特徴をからかう、勃起、月経、発毛などの第二次成長をからかう、着替えやトイレなどで通常隠されている身体や下着を覗き見たり、その場面を盗撮する、好意を持つ相手をつけ回すなどのストーカー行為をする、裸などの性的な画像や写真を相手の意に反して見せる、送りつける、裸などの性的な画像や写真を送るように強要する、その画像等をネットに配信するなど、性暴力の例は様々で多岐にわたります。学校ではそれぐらいのことと軽視されるようなことが実は性暴力にあたることがあります。先生方にはまず性暴力とは何かについて十分理解をしていただければと思います。この性暴力はそれぐらいのことと思うような軽微なものであったとしても、性はとても大切なもので、誰にも侵害されてはいけない命の根源に関わるプライベートなものですから、心身に長期にわたり深刻な影響を及ぼします。プライベートゾーンを見られたり触られたりしたことをずっと誰にも言えず苦しかったと大人になって初めて言えるようになる人もいるのです。それほど性暴力は被害者の尊厳を踏みにじり心身に影響を与えるものであることをまず認識していただければと思います。それでは学校で性暴力が起こった場合の対応の流れについて見ていきましょう。ハンドブックの5ページを開いてください。まず、学校で児童生徒間の性暴力を発見・発覚した場合は、疑いの段階でも基本的には重大事態として即日対応してください。即日対応です。性暴力は魂の殺人と言われていますし、性のトラウマは人間最大のトラウマでもあります。また被害の内容については緊急避妊や外傷及び
性感染症など、可能な限り早く病院受診をする必要も出てきますので、性暴力が発覚した時点で、先生方お一人で判断することなく、複数の教職員や管理職に相談するようにしてください。そして、一人で抱え込まず、チーム学校として対応するように心がけてください。その際に、念頭に置いていただきたいのは、本来、被害児童生徒はそれまでの日常を守られるべき存在であるということです。被害児童生徒には落ち度や責任はありません。被害児童生徒は被害に遭いたくて会ったわけではないのです。ですので、被害児童生徒ファーストで対応支援をお願いします。それではタイムラインについての概略をご説明します。まず、本人、周囲の児童生徒、保護者、教職員、外部機関からの情報開示によって性暴力被害が発覚するところから始まります。これが発見ですね。この発見したところから情報収集、事実確認、方針決定、対応開始までが原則として即日対応となります。早期に適切に対応支援することが被害児童生徒の被害からの回復に寄与しますし、いじめも同様の対応支援をされていることと思いますが、基本的には疑いの段階であったとしても、性暴力は重大事態として即日対応をお願いします。物事がこじれてからでは、その対応支援はさらに複雑化します。早期に適切に対応してください。タイムラインの流れを視覚的に覚えておいてください。性暴力被害が発覚した際に、情報を得た教職員は担任、学年主任、生徒指導担当、養護教諭、スクールカウンセラーなどと協議し、管理職である校長や教頭に報告してください。校長や教頭は教育委員会に報告・相談するとともに、保護者への連絡をどのように行うのかを協議し、必要に応じてより子などの関係機関に相談をかけてもらえたらと思います。被害児童生徒やその保護者への対応、および病院受診、被害届の提出、必要な支援についてのご相談をより子ではお受けすることができます。性暴力の事案によっては、性暴力被害対応チームを立ち上げることになります。判断基準については後ほど詳しくご説明をしますが、チームを立ち上げるのも基本的には即日対応でお願いします。その際は、被害児童生徒の担当者と加害児童生徒の担当者は必ず分けるようにしてください。そして、性暴力被害対応チームで今後の対応支援について協議し、方針決定を行ってください。その決定された方針に沿ってチームで情報を共有しながら校内調整や外部調整を進めていきます。このチームに関係機関を入れることも事案によっては検討してください。それではタイムラインについてもう少し詳しい説明をしていきたいと思います。時間の制限もありますので、本動画でお話しするのは、被害児童生徒ファーストの対応、被害児童生徒から被害を打ち明けられたらどうするか、情報収集の内容、性暴力被害対応チームの設置判断ポイント、被害によって考えられる影響、性暴力被害対応チームの協議内容、被害児童生徒と保護者への対応、加害児童生徒への対応、教職員の支援と心のケア、
未然防止、そして関係機関の紹介、特によりこのご説明をしたいと思います。それではまず被害児童生徒ファーストの対応についてです。被害者支援の原則として被害者の最善の利益を考えて支援をするという原則があります。被害児童生徒に落ち度や責任はなく、被害に遭う意思もありませんので、基本的には被害児童生徒ファーストの対応をお願いしたいと思います。性暴力があることが確認された場合、直ちに被害児童生徒やそれを知らせてきた児童生徒の安全を確保してください。情報を得た教職員は担任や学年主任等に報告を行い、生徒指導担当や管理職と相談しながら対応してください。その際に念頭に置くのは、繰り返しお伝えしますが、本来被害児童生徒はそれまでの日常を守られるべき存在であるということ、そしてできる限り被害児童生徒ファーストで対応支援を行うということです。この原則が守られていないと二次被害を与える可能性がありますので、まずはこの態度を基本としてください。この原則を念頭に置き、被害児童生徒から被害を打ち明けられたら、児童生徒が安心して話せる場所に移動します。最初に誰に何をされたかを聞き取り、基本は 4W1H を聞くようにしてください。 When、 It's、 Where、 どこ、 Who、 誰、What、 何、 How、 どのようにの 4W1H を聞きます。その時に Why、 なぜは聞かないでください。そしてあなたは悪くない、あなたに落ち度も責任もないと伝えてください。被害直後は記憶を遮断して心を麻痺させていることがあるため、そう言われてもピンとこないかもしれませんが、そのように伝えることで後々被害児童生徒が自分を責めることを回避できる場合があります。性暴力被害者の方があなたは悪くないという言葉によって心に種がまかれたという表現を使われることがあるように、事件直後にこのような言葉がけが有効なことがあります。最後に話してくれてありがとうと感謝の気持ちを伝えます。児童生徒が自発的に話し始めたら、話を遮らず丁寧に聞き取りましょう。その際は児童生徒が話す以上のことは聞き出そうとせず、児童生徒の使った表現や言葉をそのまま記録に残すことが大切です。児童生徒が話す様子を見ながら、辛そうな場合は休憩を取りながら聞き取りをしてください。そして家族、学校の他の教職員、よりこなどの関係機関にどこまで情報を提供してよいのかということについて本人に同意を取ります。司法面接との兼ね合いもありますので、詳細については無理に聞きすぎず、性的な被害を受けたということが聞ければより子や警察に相談してください。児童生徒から親には言わないでと言われたら、どのようなことが不安なのかを聞き取り、命に関わることや法に触れることについては秘密にはしておけないということを丁寧に説明してください。次に情報収集の内容については、最初の段階では誰が身体のどの部分に何をしたのかを聞き取ってください。その際は着衣の有無を確認してください。
また緊急避妊などの医療機関の受診が早急に必要かを判断するために、いつについても確認していただければと思います。これらのことを念頭に置きながら、情報収集の内容について箇条書きにすると、いつどこで起こったかという時間と場所、いつ頃から継続しているのかという期間、誰が誰に性暴力をしているのかという加害者と被害者の関係、性暴力の内容はどのようなものかという内容、被害の状況と程度はどうかということを聞き取ってください。その際は、なぜ被害に遭ったのかという質問は絶対にしないでください。それは Why? なぜ?と聞かれることで、被害児童生徒は自分自身の非を探してしまうからです。被害児童生徒は自分が責められているように感じますし、被害に遭った原因が自分にあるという結論を出してしまう場合があります。被害児童生徒に非はありませんし、原因はありません。 Why? なぜ?という質問はしないように気をつけてください。 When? いつ? Where? どこ? Who? 誰? What? 何? How? どのように、という 4W1H のみの聞き取りとし、 Why? なぜは聞かないということを徹底してください。それから、記憶の汚染を防ぐために情報収集は最低限に抑えてください。誘導的な聞き取りの影響から、体験のない被害を実際に体験したと思い込み、記憶が変わってしまうことがあります。子どもは非暗示性が高く、周りからの質問や事後に得た情報を自分の考えや経験と思い込む特徴があります。これらは司法面接にも影響しますので、十分に留意してください。記憶の汚染は加害児童生徒も同様のことが言えます。それから、聞き取った内容は必ず記録に残すようにしてください。ハンドブックの30ページに事実確認シートがありますので、聞き取り要領に従って記載を行ってください。次に、性暴力被害対応チームの立ち上げの判断基準のポイントについてですが、本ハンドブックは最も重い事案発生時を想定した対応指針の一例であるため、すべての性暴力について性暴力対応チームを立ち上げることを想定していません。実際の事案の重さや各学校の実情に合わせて対応していただければと思いますが、本人の望まない性的な言動については性暴力という見方を持ち、性のトラウマは人間最大のトラウマであるという態度で性暴力被害対応チームの立ち上げについて検討を行っていただければと思います。その際の判断基準については、主に5つの項目の確認をしてください。1点目は被害の深刻さの程度です。被害の程度や心や体の傷の深さがどの程度か、また自分自身を現実的な生活の中でどの程度保てるかどうかを見定めてください。2点目は被害者と加害者のパワーバランスがどの程度のものかということです。例えば、近しい関係なのか、それとも年齢も体格も異なる上級生からの被害なのかによっても被害の程度は異なります。3点目は児童生徒の発達段階によります。例えば、加害児童生徒が小学校低学年の性的な好奇心から発した加害なのか、小学校中学年以降の言動で相手を困らせる何らかの意図が含まれているかによって対応が違ってきます。
また被害児童生徒の発達段階については、被害に遭ったのが小学校低学年であろうと、思春期になってから自分の被害の意味を知ることができるようになり、そこから不安定になることも十分考えられますので、早期に適切に対応することが必要になります。4点目は、被害児童生徒のレジリエンスという回復力の程度です。重要な他者との間の愛着形成ができているのかどうかは、被害からの回復に影響を及ぼしますし、さまざまな反応が表出された際にどのように対処できる力を持っているのかどうかも見当をつけてください。ただし、被害前はとてもしっかり者であったとしても、事件後に自分の感情をコントロールできなくなった自分自身に落胆してしまったり、自分はこのような被害に遭う価値のない人間なのだと思ってしまうことも考えられますので、見極めには慎重さが必要です。5点目は、家族や友人から適切なサポートが受けられるかどうかも確認してください。継続的なサポートがあるのとないのとでは、被害からの回復の程度が異なります。これら5つの項目を考慮して、性暴力被害対応チームの設置の判断をしてください。設置を行う場合は、被害児童生徒と加害児童生徒の担当者を必ず分けるようにしてください。同じ教職員が被害・加害双方から話を聞くと、自分が話したことが相手に伝わってしまうと感じ、信頼関係を築くことが難しい場合がありますので、注意してください。性暴力被害対応チームを編成したら、校内調整や外部調整を円滑に行ってください。その場合、情報の集約を誰が行うかを明確に決めて、情報の分散が起きないように留意していただければと思います。被害児童生徒の被害によって考えられる影響としては、6ページをご覧ください。まずは、発生から72時間以内の病院受診を検討する必要がある性器の外傷、妊娠の可能性、そして性感染症などがあります。性感染症に関しては、性器の外傷や妊娠の可能性ほど急を要さない場合がありますが、受診前には児童生徒や保護者にその必要性および診療内容について説明して、受診の了解を得てください。ケースによっては、家族や学校が本人に聞きにくいということで、より子にご相談があったケースも実際にありましたので、その点についてもお困りでしたら、より子にご相談ください。その他、被害によって考えられる影響としては、身体面の反応として、頭痛、食欲不振、睡眠障害など、感情面の反応として不安、恐怖、自責感など、行動面の反応として一人を嫌がる、赤ちゃん帰りなどの対抗、帰りなど、さまざまな反応が考えられます。この一覧表はハンドブックの6ページにも掲載されていますので、被害児童生徒や周囲の児童生徒にこのような反応が出ていないかを確認しながら、対応支援を進めてください。次に、ハンドブックの15ページをご覧ください。性暴力被害対応チームの協議の際には、5つの点に留意なさってください。1点目は、本来被害児童生徒はそれまでの日常を守られるべき存在であること。2点目は、被害児童生徒を徹底して守ることが原則であること。3点目は、被害児童生徒の
心と体の安全を確保すること。4点目は被害児童生徒の見守り体制を強化すること。そして5点目は加害児童生徒の特性を理解した対応が必要であるということです。これら5点の基本的な考え方のもと、性暴力被害対応チームとして次の点を協議してください。まずは緊急度の確認です。命に関わる可能性、妊娠の可能性、 SNS 拡散の可能性があるかどうかを判断してください。その上で詳細な調査が必要かどうかを検討し、調査を行う場合は調査の方向性と調査方法を検討し、あらかじめその旨を被害児童生徒やその保護者に説明するようにしてください。そしてチームの中で役割分担や構成を決定します。被害児童生徒側担当者、加害児童生徒側担当者、そしてその他の児童生徒への対応が必要な場合はその担当者も決めてください。それぞれの担当者がどのように具体的な支援を行うのかという方針をチームとして決定した後は実際に対応支援にあたります。情報収集、状況確認および指導の際の留意点を確認しながら、事実確認と生徒指導は明確に区別し、事実確認の場では指導を行わないようにします。聞き取りは何度も同じことを聞かないようにして、聞き取った内容は複数の教職員がその整合性等について検討しながら進めていきます。その際は傾聴と共感的理解に努め、聞き取った内容は記録に残します。保護者には今分かっている事実を説明し、被害届を警察に提出するかどうかを確認するようにしてください。その際の留意点等を33ページのクエスチョン7に示してありますので、参照しながら意向を確認するようにしてください。保護者が警察に届けるかどうか悩んでいる場合は、より子へのご相談をご提案ください。また教育委員会への報告と情報共有をしながら方針を決定していただければと思います。協議した内容は議事録として必ず残すようにしてください。性暴力は基本的に重大事態として即日対応しますが、タイムラインのキーワードとして覚えておいていただきたいことは、被害児童生徒の支援の原則として3日以内、3週間以内、3ヶ月以内の留意点があるということです。発生からできるだけ早く3日以内に病院受診をすることや、安心安全の確保を行うこと、3週間以内にこれから心身に起こりうることとその対処法の説明や心のケア、3ヶ月以内に PTSD 反応への対応を慎重かつ適切に行うことを心がけてください。3日、3週間、3ヶ月という原則に縛られてはいけないところもあるのですが、一つの目安となりますので覚えておいていただければと思います。3日以内についてもう少し説明を加えますと、性暴力被害の場合は妊娠の可能性があるため、緊急避妊のピルを発生から72時間以内、つまり3日以内に服用する必要があります。緊急避妊の方法によっては異なるのですが、発生からできるだけ早く対応した方が避妊の確率が高くなりますので、できる限り迅速に対応をお願いします。より子は
産婦人科との連携を行っていますし、緊急避妊処置や性感染症検査の公費負担制度もありますので、より子にご相談いただければと思います。それでは被害児童生徒への対応の基本を説明します。被害児童生徒への対応の基本としましては、被害に遭った被害児童生徒には落ち度はなく、人権を侵害された被害児童生徒のそれまでの日常を守るという姿勢が大切です。また被害児童生徒ファーストであることを念頭に置いて対応してください。その上で、傷ついた子どもの気持ちに寄り添うこと、トラウマ反応を理解し、心と体のケアを行うこと、日常生活を取り戻すこと、安心安全に学校生活を送れることを支援の目標にしてください。被害を受けた児童生徒は多くの場合、心や体に大きな衝撃を受け、傷つき混乱しています。また自分の身に起きたことがよく理解できず、違和感を覚えて不安になっていることもあります。そのため、聞き取りの際は子どものペースに合わせることを心がけて、問い詰めることのないように気をつけてください。そしてトラウマ反応を理解しながら、子どもの様子を丁寧に観察し、子どもに分かる言葉で説明をすることも大切です。また周囲の無理解から来る二次被害を防ぐために、被害児童生徒の申請やトラウマ反応の理解とともに、本人や保護者との連絡を怠らないこと、前もって必要な配慮、例えば加害児童生徒との分離とか、登下校の見守り、保健室対応などを相談することも大切です。本人や保護者の同意を得ながら、無理のないペースで対応支援を進めることで、二次被害を最小限に抑えることができます。本人を置き去りにしたまま対応支援を大人だけで進めないように十分留意してください。また学校での支援には時間的な制限があります。被害児童生徒が学校を卒業すれば、基本的に教職員の手から支援は離れます。ですから、できるだけ継続して支援を行うことができる関係機関、例えば医療機関やより子などにつなぐことも必要になります。ですので、関係機関にできる支援について事前に把握しながら、被害児童生徒や保護者のニーズに合わせた連携を行ってください。被害児童生徒の保護者への対応としては、保護者も間接的な被害者であることを理解してください。保護者の一般的な反応としては、信じられない、考えたくない、どうすればよいかわからない、あの時何々していれば、加害者や学校への怒り、誰にも知られたくない、性的な内容は話しにくいなどが考えられますし、子どもの反応によっては、もう被害のことは忘れてしまっている、子どもはもう平気である、応じると甘え癖がついてしまうなどの誤った捉え方をしてしまう場合もあります。子どもが性暴力被害に遭うと保護者も傷つきますから、このような反応が見られるのは自然なことではあるのですが、保護者の不安を受け止めながら、子どもや保護者には落ち度がないことを丁寧に説明して、早期で適切な支援につなぐことができるように心がけていただければと思います。次に、加害児童生徒への対応の基本についてお話しします。小学校低学年の児童であっても、問題行動をしているときは、それが社会通念上良くないことであることは、多くの場合理解していると言われています。
子どもに性問題行動が起きるのは、その背景に生物学的要因、心理的要因、社会的要因が複雑に絡み合っていますので、健全な問題解決方法が見出せず、問題となる行動を選択してしまっている場合もありますが、何より自分の言動が被害児童生徒やその家族を苦しめていることをしっかり理解した上で、深く反省することや法律に抵触する行為であることを理解することは最低限必要なことです。一方で、同じ問題行動を繰り返すことを防ぐためには、教職員が加害児童生徒の抱える性問題行動の要因を理解し、解決するための方法を共に考えることが大切であるということも考慮してください。加害児童生徒に指導を受け入れる姿勢が見られない、反省していないと強い指導が行われる場合もありますが、そうすると加害児童生徒は助けてくれる大人がいないように見えてしまい、自分を守るために自身の責任を認めなかったり、責任転嫁を図ったりするようになりがちですので、指導役と聞き役などの役割を分担することが必要な場合があります。加害児童生徒からの聞き取りについては、どのように考えてその行為に及んだのかについて、加害児童生徒の視点に立ち、聞き取る教職員が丁寧に聞き取ってください。この場合も、被害届が提出される場合には警察の捜査との兼ね合いがありますので、捜査の支障にならないように留意してください。また、三重ホーム少年支援センターや警察の少年サポートセンターなどの専門機関との連携も検討してください。加害児童生徒の保護者にも、性暴力は相手の心身を深く傷つける行為であり、いかなる理由があっても許されないものであることを説明し、自身の子どもの行為で傷ついている被害者が存在することをしっかりと認識してもらいます。一方で、専門機関や専門家の協力を得て、保護者を支えながら加害児童生徒の立ち直りを支援していくことを伝え、理解と協力を求めることも必要になります。このように、学校内で性暴力被害が発生すると、先生方は被害児童生徒や加害児童生徒を含め、さまざまな対応支援に追われます。それはとても大変なことだと思います。その対応支援に先駆けてお願いしたいことがあります。それは、先生方の言動にはご自身の性に対する価値観や考え方が反映される可能性がありますので、日頃からご自身の性に関する価値観や考え方を見直していただければと思います。なんてことをするんだという加害児童生徒への怒り、なぜ逃げなかったんだという被害児童生徒を責める気持ち、親の教育が不十分だからだという親への不信感など、支援を開始する前に支援者である自分の反応にどのような特徴があるのかを確認してみてください。この点については、被害児童生徒を責めることは決してしないようにお願いをします。被害児童生徒には落ち度も責任もありませんし、被害に遭うと逃げたり大声を出したりすることもできなくなる場合がほとんどです。さて、先生方がトラウマを抱える児童生徒を支援する場合に、二次的外傷性ストレスを受ける可能性があることも覚えておいてください。被害に遭っている場面が浮かんでしまい苦痛を感じたり、不眠やイライラ等の身体の不調や周囲から孤立してしまったりという症状が生じてくることがあります。また、
学校で起きた性暴力を防げなかったという自責感や、被害児童生徒の苦しみを取り除いてあげられない無力感などでバーンアウトしてしまうこともあります。そうならないように、支援者である先生方は集団主婦の中で情報共有できる同僚と気持ちを分かち合いながらセルフケアを行ってください。十分な睡眠、食事、水分をとり、生活ペースを維持しましょう。自分自身の反応に気づき、反応が出ている場合は休憩や気分転換を心がけてください。また一人で溜め込まないように、家族や友人などに積極的に連絡をして、生活感や現実感を取り戻したり、教職員同士でお互いのことを気遣ったりすることも忘れないようにしてください。ユーモアと思いやりはとても大切です。さて、これまでお話ししてきたことは性暴力被害が起こってからの対応支援についてですが、できれば未然に防止することが望ましいと思っています。そこで未然防止のためにできる学習についてお話をします。未然防止のためには、小学校低学年からの性教育とコミュニケーションスキルの教育が必要です。その際に教職員に必要なことは、性の学習は本来子どもが好奇心を持ち、心地よさと喜びの中で自分という存在は大切で安全に扱われるべき存在であり、また相手も自分と同じように大切で安全に扱われるべき存在であることを学習する場であることを認識することです。その上で包括的かつ計画的に命の安全教育の一環としての性教育の時間を設定していただければと思います。その際の3つの大切な基本は、自分だけの大切な場所である水着をつけた時に隠れる身体の部分、プライベートゾーンはお互いに他人に見せたり触らせたりしてはいけないことを伝えます。そして自分と他人との間には境界線があり、物理的、心理的、社会的な境界線を守りながら、みんなが安心安全に暮らすことを学びます。さらに人と人とがコミュニケーションを取るときには同意というものが必要で、真の同意が成立しているときにしか性的な行為をしてはならないことをしっかり教えていきましょう。真の同意の条件は対等な関係であること、相互理解ができていること、相手への誠意があること、そして性的な行為をしたら起きる可能性がある結果をお互いが本当に分かっていることを明確に示してください。性は命の根源です。性教育は命の教育です。個人の人権を守るためにも必要な教育で、自分も他人も大切な命であり、お互いが幸せになるための学習であることを伝えてください。また性の話をする上で必要なことは日頃からのコミュニケーションです。話しやすい関係づくりを普段の学校生活から心がけましょう。さて、これまでの説明の中に、三重性暴力被害者支援センターよりこがたびたび登場してきました。このよりこについて詳しく説明したいと思います。ハンドブックの25ページをご覧ください。よりこは性犯罪、性暴力の被害に遭われた方の負担を軽減し、傷ついた心と体が少しでも早く回復するように、被害者の心情に寄り添った相談や支援をワンストップで行う支援センターです。寄り添う心を略して、よりこと命名されました。
より子にできることは、被害児童生徒本人、保護者、学校からのご相談に乗ることです。相談の方法は、電話、LINE、面談、メールなど様々あります。より子には女性の相談員がいますので、被害直後の相談から過去の被害の相談まで対応させていただいています。また、臨床心理士によるカウンセリングも行っていて、5回までは無料で受けることができます。必要に応じて、被害者支援に積極的な弁護士のご紹介や、初回無料の法律相談もしています。それから、この研修の中でも少し触れましたが、協力・連携をしている医療機関、産婦人科や泌尿器科などのご紹介や、病院への付き添い、緊急避妊処置や性感染症検査費用の公費負担も行っています。警察や検察庁、自治体窓口などへの付き添いをすることもできますし、学校のケース会議へ出席して助言を行うこともできます。性暴力被害の対応支援についてわからないことがあれば、ぜひより子にお電話いただければと思います。その他の関係機関について説明します。まずは、三重県児童相談センター、児童相談所です。児童についての相談のうち、専門性を要する事例や児童虐待など難しい事例に対応する機関ですが、加害児童生徒への対応や措置、それから学校や保護者からのプライベートゾーンを触った、ズボンを下ろしたなどの任意の性暴力相談に対応し、助言や指導を行ってくれます。三重ホーム少年センターは、地域の非行、犯罪の防止、青少年の健全育成のために心理検査や相談、問題行動への支援、法教育授業等を行っています。学校の先生方から、加害児童生徒への対応支援が難しいというお話を聞くことも多くありますので、問題行動、非行、交友関係などで困っている個人や学校関係者等への専門家による心理相談や助言を無料で行っていただけますので、ぜひご相談いただければと思います。警察は性犯罪、暴力被害に遭われた方々に対する犯罪捜査のほか、被害児童生徒の立場に立った心身のケアや加害児童生徒の立ち直り支援を行っています。犯罪捜査は各警察署の生活安全課少年担当係へ、警察本部配置の臨床心理士による相談対応などの被害者支援は届出先の警察署へ、加害児童生徒の立ち直り支援は少年サポートセンターにご相談ください。弁護士は犯罪被害に精通した弁護士が刑事手続き、損害賠償請求等さまざまな法律に関する相談支援をしてくれます。被害届を提出するためのサポートや刑事手続きや裁判に関する相談などさまざまな相談に対応してくれますので、三重弁護士会にご連絡ください。各市町の犯罪被害者等支援主管課は、性犯罪を含む犯罪被害に遭われた方々の犯罪被害により生じた生活上でのお困りごとなどについての相談や支援を行っています。県内すべての市町に相談受付窓口がありますので、そちらでご相談いただいてもよろしいかと思います。私が会長しております三重県公認心理師会には、さまざまな分野で活動している公認心理師がおりますので、何かございましたらホームページからお問い合わせいただければと思います。最後に、より子の主管課である三重県環境生活部暮らし交通安全課がこのハンドブックの担当課になっています。
何かわからないことがありましたら、三重県環境生活部暮らし交通安全課にご連絡いただければ、皆様のニーズに合わせた連携先におつなぎすることができます。また、本研修動画では時間が限られていますので、校内研修についてはご説明できませんでした。各学校で性暴力対応支援の研修を行いたいというご希望がある場合は、三重県環境生活部暮らし交通安全課までお問い合わせください。最後に、先生方が本ハンドブックをご活用いただき、性暴力被害に遭った児童生徒ファーストで子どもの安全安心を守る一助にしていただければと思っています。子どもたちが楽しく安心安全に学校生活を送れるよう、またチーム学校として未然防止に努め、万が一の対応に万全を期せるよう、本ハンドブックをご活用くださいますようよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。